皆さんこんにちは、ちあきです。マーゾバ、間違えた。今日はイギリスの不思議な食べ物に挑戦したいと思います。私は不思議な食べ物が大好きでございます。そしてお腹を壊しても平気でございます。そう、いろんな国に行くとね、まあ、中国とかインディアとかアフリカとか、はい、そこっていろんなね食べ物を挑戦します。本当に変なものが好きで、そう、以前はねタイで虫食べたこともあるんですけども、はい、そういうことしてるから、あのお腹も心も強いんですね。イギリスでも不思議な食べ物、マーズバーというものを紹介したいと思います。マーズバーとは何ぞや。マーズというチョコレートのバーがあります。それを天ぷらにしたものですね。でイギリスで一番有名な食べ物といえばフィッシャー&チップスです。フィッシャー&チップスとは何ぞや。あ、この辺が聞こえました。まあ、ただお魚とジャガイモを揚げたものでございますね。でもこのシンプルなものがちょっとね、あの、なんて言うんですか、好きにさせてくれるんですよ。そう、またあなたに会いたいわっていう気持ちを発生させてくれる。はい、ちょっとね、脂っこいのが今日は食べたい、ちょっと男っぽいご飯が食べたいということで、フィッシュ&チップスもついでに買ってきます。油ジージーしたものが今日の私のディナーです。イギリス時間で今7時ですね。で、だいたいフィッシュ&チップスのお店って夜閉まるんですよ。で、今から行く場所は夜のね12時で閉まるって書いてる。だからまだ まだ間に合いますね。ということで行ってきます。レッツゴー。着きました。こっち行ってきます。顔が寒いですね。 Hello. How are you? Can I have a large chips? Yep. A large coke? Yep. And one jumbo sausage? Yep. And do you have a curry sauce? Uh-huh. And mushy peas and three buttered Mars bars, please. Three. Yep.こんな感じで袋に入れてくれるんです。これバッテルマスバーって書いてます。これは大きいティッシュチップス、でっか、こんな感じです。これがお魚、私の手がこのぐらいだからさ、2倍ぐらいの大きさです。で、これはソーセージ、まあまあ普通のソーセージでございますな。やっぱりお魚さんの方がとでかいです。チップス、これね、普通ベネガー、酢をかけていただくこともできるんですけども、お塩だけにしました。ちょっとへなれてますね。で、これはですね、ソースです。手前がカレー、カレーソースで、後ろがマッシーピースですね。これはね、グリーンピースを潰したものですね。カラフルで、これは信号の色ですね。で、後ほどこのマーズバーは開けていきたいと思います。いただきます。 OK、 じゃあお魚からいただきます。これめっちゃでかいよね。やっぱ脂っこいです。でもね、うん、身がふっくりしてる。身がたっぷり詰まっておりますね。すごく魅力的です。いただきます。こんな感じです。どうかな。おー、湯気が出てる。柔らかい。あのね、どこのフィッシュ&チップスでもお魚が柔らかいんですよ。で、すごいね、身がね、たっぷり詰まってて、もう男前。外のカリカリ感とマッチしていて、もうフレッシュって感じ。はい、次はこれソーセージです。まあね、見た目も至って普通なんですけども、これはね、普通のソーセージで、バッターチソーセージを注文するとこういう感じでお魚のように揚げた衣ありのソーセージが衣ありのソーセージになります。これは普通のシンプルなソーセージですね。うん、なんか入ってる。香りはいいですね。味濃いけどいい感じ。次はチップスですね。アメリカではこれをね、フレンチフライって言いますよね。でもイギリスではこれはチップスと言います。カレーソースにつけて食べます。いただきます。うん、いい、いい。うん、ちゃんとカレーの味がしますね。なんか日本でいただけるようなカレーに比べると少し薄いかも。でもちゃんと香りとかもある。
よく頑張りました。次はね、このさ、マッシーピースっていうのが本当に、ほらほら誰に言ってんの。これね、グリーンピースをこう潰したスープなんですよ。見た目はなんだろうね、これちょっとドロンコっぽい、小豆になりかけてちょっと諦めかけた野菜っていう味がします。うん、あ、やっぱりイギリスのイベントとかでお祭りとかで売ってます、こういう入れ物に入れてくれるんですね。でイギリス人の方々なんか飲んでます。私はちょっとね、最初の 3口4口ぐらいまではいけるんですけども、その後からはね、ちょっと食べ過ぎると気分が悪くなってしまう恐れがありますので、お気をつけください。次はデザートの部門に移りましょうか。待っておりました、お待ちかねのマーズバーでございます。ご登場をお願いいたします。はい、待ちにやってまいりました、バターズマーズバーです。開けていきます。このね、また紙に包まれてるってところが古くて良くないですか。うん、なんか出てる。これが噂のマーズバーでございます。あ、ちゃんと揚げられてる。やっぱりね、ちょっと溶けて出てきてるですね。押すとどうなるんだろう。押すとやっぱり、あ、出てきますね。それでは味見してみます。3個買ったんですけども、3個ともなんかね、あの、なだれてます、荒れてます。まあいいや、まだあったかい。おお、これ溶けてるじゃん、チョコ。あ、でもね、ちゃんと揚げられたところは素晴らしいですね。ほら、チョコレートが出てきてるの見える。これそのまま噛んじゃっていいの？わー、めっちゃブラジジしてる。1個がさ、これちょっと大きいですね。はい、それではいただきます。ちょっと怖いな。うん、うん、あ、めっちゃ美味しい。なんかめっちゃ美味しい。すごい油すごいんだけど、なんかね、中のチョコがすっごいいい具合に溶けてて、ほら、こことかさ、チョコレートめっちゃ詰まってるよね。ここ噛んでみようか。あ、やばい。うん、すごい油っこくって、フィッシュ&チップス食べた後にこれもとなると、あとね、胃がもたれそうになるけど、ここまで来たら戦うしかないよね。あ、これキャラメル、あ、そうか、マーズバーキャラメルも入ってる。うわ、すごーい。なんかね、あの、あ、どうしようどうしよう、ここ食べよう。うん、あ、やばい。なんかキャラメルがすごい伸びるし、うん、いろんなとこから出てきてます。油超やばいよ、ほら見える。美味しいんだけどね。うん、ティッシュで油取ります。すっごいね、これね、このね、カリッとした部分と一緒に食べるとチョコレートがいい具合にこうね、絡み合って、もうハーモニーがたまらんですな。これチョコ好きとかさ、あの、甘いの好きな人は好きかも。出てる出てる。あー、柔らかいので、これ持つのね、気をつけなきゃね、すぐ破れちゃう。キャラメル入ってるっていうのが飽きさせないね。うん、このね、トロンとした溶けた感じがたまらない。ワッフル的な、ワッフルにチョコレートがたっぷりのった感覚。最後の一口いきます。お邪魔します。うん、食べた、一つ完食です。マーズが美味しいから、そう、そのマーズが中でとろけてるのがすごいですね。で、ちょっとあったかいから美味しい。だけど、1個でいいやっていう気持ちになります。3つ買ったんだ。明日食べようかな。胃がね、垂れてないな、まだ。うん。まだいけるけど、ちょっとそれはやめた方がいいかもしれない。皆さん、美味しかったですか？はい、ってことで、今日はイギリスのチョコレートの天ぷらを試してみました。美味しいです。またね、食べたいと思います。うん、でもちょっと期間は開けたいかな。考えた人正解です。あの、上出来おめでとうございます。あ、美味しかった。はい、ってことで、今日は、お腹いっぱいです。
皆さんご視聴どうもありがとうございました。下のいいねボタンと、チャンネル登録とあとインスタグラムのフォローお願いいたします。なんか外国にあるものでこれ試してみてくださいとかいうものあったら下のコメントにお願いいたします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。絵がね、垂れかかってきた。